エウティプロントは、プラトンの初期対話編の一つ。副題は、経験について。紀元前5世紀における、アテナイのアゴラ。八の丸い建物内に、プルタネオンはあった。紀元前399年、アテナイのアゴラに面した、プルタネオン周辺にて、メレトスに、特診剤で控訴され、その予診期間中の聴取のため、 宗教犯罪の訴訟心理を行う役職アルコーン、バシレウスがいる、この場所を訪れていたソクラテス。ここでエウティプロンと出くわすところから話は始まる。二人はソクラテスの事情について会話を交わした後、話題はエウティプロンの話に移る。何でも彼が植民地ナクソス島で農業を行っていた際、現地のヒアトイ人が自分たちの奴隷の一人を殺してしまったため、 アテナイの正法解釈者に扱いを尋ねるべく使いを出した。その間、エウティプロンの父親は、日雇い人を縛って溝に放置していたが、全く世話をしなかったため死なせてしまった。そのため、殺人罪で父親を訴えに来たのだという。当人である父や、身内の者たちは、父親は直接被害者を殺めたわけでもないし、被害者は人殺しでもあるのに。 ましてや息子が父親を殺人罪で訴えるなど不経験だと怒っているらしいが、エウテゥプロン本人は彼らは経験、不経験に関する神々の方を知らないと意に介さない。ソクラテスはエウテゥプロンが経験、不経験をそれほど正確に知っているのか尋ねると、エウテゥプロンは当然だと応じる。こうして経験にまつわる問答が開始されることになる。 最終的に議論が行き詰まり、ソクラテスが再度一からの問答を要請するも、エウテュプロンは用事があると帰ってしまい、ソクラテスが嘆くところで話は終わる。自分の知恵にうぬぼれている相手に対して、ソクラテスが表面上は褒めたたえつつ、問答に持ち込み、その無知を暴いていくというエイロネアの手法が典型的に描かれる。また本編は初期対話編に品質する。 論題に結論が出ず、行き詰まったまま問答が終わる、いわゆるアポリア的対話編の一つでもある。中期末の対話編、テアイテトスは、ソクラテスがメレトスに訴えられたのでこれからバシレウスの役所へ行かなければならないと言って終わる。また、クラテューロスでは、ソクラテスが今朝エウティプロンと長時間一緒にいて話を傾聴し、彼が自身の知恵を自分に乗り移らせたと述べる場面がある。 したがって、本編を含むソクラテス最後の年を描いた八つの対話編の時間設定は、後の順となる。ソクラテスとエウテュプロンは、経験が何であるかについての問答を繰り広げていくが、ソクラテスの必要な追求によって、エウテュプロンの説明は元ごとく破綻してしまう。そうこうするうちに、エウテュプロンは、用事があると言って帰ってしまい、ソクラテスが嘆くところで話は終わる。 原点には、章の区分はないが、寛用的には20の章に分けられている。以下、それをもとに、各章の概要を記す。役所周辺で、ソクラテスとエウテュプロンが遭遇。ソクラテスは、メレトスという、よく知らない青年に、青年たちを堕落させた、胸で控訴された事情を説明。ソクラテスは、メレトスが、ソクラテスが新規な神々を創作して、 古来の神々を礼拝しないことで青年たちを堕落させていると主張していることを説明。エウテュプロンは抽象目的の構想だと指摘。自分も民会で神々について語り予言でもすると内容が正しくても妬みで気違い扱いされて嘲笑されるという。ソクラテス、アテナイ人はエウテュプロンのような孤高のものには無関心だが他人を 自分と同類にしようとする者には腹を立てるので、自分が後者の側だと思われていて、これが抽象、上昇目的ではなく、本気の酵素だったとしたら、心配だという。話題は、エウテュプロンの訴訟へ、エウテュプロン、日雇い人を死なせてしまった父を、殺人罪で訴えに来た旨を説明。父や身内は自分を不経験だと非難し、反発しているが、彼らは経験。 不経験についての神々の方を知らないと意に返さない。ソクラテス、エウティプロンはそれを正確に知っているのかとうと、エウティプロンは当然だと応じる。経験、不経験についての問答、ソクラテス、エウティプロンを褒めたたえつつ、自分がエウティプロンの弟子になり、神々について教われば、メレトスに対抗できるはずだと述べる。エウティプロンも当然だと応じる。問答開始。 ソクラテス、経験、不経験は、あらゆる行為において当てはまる、同一、単一の層、意味を持っているのか問う。エウティプロンはそうだと応じる。エウティプロン、経験とは、現在の自分のように、罪を犯し、不正を働く者を訴え出ることであり、そうしないのが不経験だと述べる。ゼウスが父クロノスに、またそのクロノスが父ウラノスにそうしたように。ソクラテス、エウティプロンは、 神話、詩人、画家、詩集に表現されてきたように、本当に事実その通り神々が敵対、戦闘したと思っているのか問う。エウティプロンは当然だと応じる。ソクラテス、話を戻して、先ほどの説明では自分の質問の答えになっていないと述べる。自分は、具体例ではなく、すべての行為、事象に当てはまる、単一の層としての経験。 不経験の抽象的、普遍的、本質的な規定、定義を教えてほしいのだと述べる。それを受けてエウテゥプロンは、神々にめでられるものが経験、めでられないものが不経験だと述べる。提示された定義の検討。ソクラテス、先ほど神々が互いに意見をことにし、敵対し、内は争いするとエウテゥプロンが述べたことを確認。その意見の不一致は、 計算、測定、計量などでは決定、判定できない。ただし、不正、美、衆、善、悪などをめぐって生じることを指摘。エウティプロンも同意。ソクラテス、そうなると、神々の間で、ただし、不正、美、衆、善、悪等をめぐる考えは統一されておらず、同一のものがある神々には愛され、別の神々には憎まれもすることがある。 したがって、同一のものが経験になることも、不経験になることもあると指摘。エオティープロンも認める。ソクラテス、先ほどの定義が破綻したことを指摘。エオティープロン、しかし少なくとも、不正に人を殺した者が罰を受けるといった事柄に、関しては、神々の間でも意見は一致するはずだと食い下がる。ソクラテス、人間の間でも、それにことを唱える者はいない。そして、 個々の行為をめぐって、自分こそは正しく、不正を犯していないという点で争うのだと指摘。エウティプロンも認める。さらにソクラテス、エウティプロン自身の話を引き合いに出し、父親が不正に日雇い人を殺した明白な証拠、その父親を息子が告発、訴訟することが正しいという明白な証拠を、神々が一人残らず同意する形で示してほしいと追求。 ソクラテス、そう言いつつも、先ほどすでに個別具体的事例の検討をしたところで、経験、不経験の本質的規定とは関係ないことが明らかになったばかりなので、話を戻すことを提案。さらに、先ほどの定義の修正案として、すべての神々が愛するものが、経験、憎むものが不経験という定義を提示。エウティプロンも授用、ソクラテス、愛されるものと、 経験なものの関係性の考察を開始。例えば、運ばれるもの、導かれるもの、見られるもの等は、運ぶ作用、性質を受け取るから、運ばれるものになり、導く作用、性質を受け取るから、導かれるものになり、見る作用、性質を受け取るから、見られるものになる。同じように、愛されるものも、愛する作用、性質を受け取るから、愛されるものになり、 経験なものも、経験だから、経験なものになる。したがって、愛されるものと、経験なものとの間には、必然的なつながりはなく、両者は別物。ソクラテス、経験なものにとって、すべての神々に愛されることは一つの付随的な、性質に過ぎず、その本質規定ではないと指摘。エウテプロンは、途方に暮れる。ソクラテス、今度は、経験なものと、 正しいものとの関係性について考察。正しいものすべてが経験なものとは限らないが、すべての経験なものは正しいものである。すなわち、経験なものは正しいものの一部分だという考えを提示。エウティープロンも授業。ソクラテス、経験なものは正しいもののうちのどのような部分なのか考察。エウティープロン、正しいもののうち。 神々に対する世話に関わる部分が、経心、経験という新定義を提示。ソクラテス、上記の定義内の、世話の意味不明瞭に着目。それは、馬術による馬に対する世話、狩猟家による犬に対する世話、牧牛術による牛に対する世話と同様に、人間側が神々を益する行為なのか問う。エウティプロンは否定し、この場合の世話は、 奴隷による主人に対する世話、すなわち、奉仕術と呼べるものであると答える。ソクラテス、今度は、奉仕術の目的、成果を考察。医者に対する奉仕術の目的、成果は、健康の達成。造船家に対する奉仕術の目的、成果は、船の完成。建築家に対する奉仕術の目的、成果は、家の完成。では、 神々に対する法仕術は一体何を生み出すのか問う。エウテュプロンは、明瞭に応えられず、とりあえず人間が神々に祈り、犠牲を捧げるその行為が、個人の家も、国家公共も守ることになると述べる。ソクラテス、それでは、経験とは、神々に対して、犠牲を捧げたり、祈ったりする知識の一種ということか問う。エウテュプロンは同意する。ソクラテス、 それでは神々に対する生願と贈り物からなる、その経験は人間と神々の間での公益術とも言えるのなのか問う。エウティプロンは同意する。ソクラテス、それでは神々は人間からの贈り物によって何か利益を得るのか問うも、エウティプロンは否定する。ソクラテス、それでは人間からの贈り物は神々にとっては有益なものでもないし、 神々に愛されるものでもないと指摘。エウティプロンは否定し、人間からの贈り物は神々によって何よりも愛されるものだと述べる。ソクラテス、先ほど、経験なものと神々に愛されるものは別物であることが明らかにされたばかりであることを指摘。エウティプロンも同意。ソクラテス、ここまでの定義が合意事項のどこかが的確ではなかったと指摘。 エウテュプロンも同意。ソクラテス、それでは最初からもう一度考察を始めようと提案するも、エウテュプロンは休養があると言って帰ってしまう。ソクラテスは嘆く。本編では、経験、経心概念の明確化をめぐって、進学者エウテュプロンを相手に、ソクラテスによる必要な追求、問答が繰り広げられる。作中、単一の層を持った普遍的な経験、 経新概念は存在するという前提のもと、経験、経新の定義として、等が提示されるが、といった概念の明確化を必要に追求する、ソクラテスによって、ことごとく提示された、諸定義の欠陥が、あらわにされ、堂々巡り行き詰まりに陥ってしまう。ありがとうございます。